8時になりました。ゴールデンウィーク明け5月8日、月曜日に向けた株式情報をお伝えいたします。まずは外況。イケゴイン発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補、 今日の気になるチャート、最後に予告の順でお伝えいたします。まずは外況です。ダウ、ナスダック、日経ともに小幅な動きにとどまりました。ダウは46ドルの下げ、マイナス0.14%。ナスダックは13ドルの下げ、マイナス0.11%。日経は34円の上げ、プラス0.12%。 1>, 1ドルは137.42円、さらに円安に触れ137円台で推移している状況です。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが665銘柄、値下がりが1077銘柄、変わらずが92銘柄、過半数の銘柄が下がった状況です。アメリカの方は発表された経済指標が 景気の底堅さを示したことで長期金利が上昇し相対的に割,割高感が意識されやすい株式に売りが出た結果です一方経営破綻したファースト・リパブリック・バンクを買収した JP モルガン・チェイスの株価が上昇しダウの下支えとなりました日本の方は円安を受けて買いが先行し3日連続で 年初来高値を更新している状態です。アメリカ国債10年ものの利回りは、上昇し3.5%台で推移しております。ドル円の方は、さらに円安に触れ、137円台で推移している状況です。日本株の業種別株価指数の方は、下げが優勢な状況となりました。 精密機械の大幅な続伸が目立ちます。海運が弱く、続落という結果になりました。一方、工業が強く、6連6連当の状況です。売買高ランキングの方は、高安まちまちな結果となりました。1位のレーザーテックの売買代金は、2日連続で2000億円台を突破しております。 半導体は本日上げております。一方、銀行株の方は本日下げとなりました。三井物産が場中で現役を発表したことにより売られております。海運株は本日下げとなりました。イビデンがコンセンサスを上回る決算を発表したことで大きく買われております。本日、東証プライムで上昇率トップです。 次に経済スケジュールです。2枚になりますが、ゴールデンウィーク明けまでのスケジュールを記載いたしました。注目イベントが目白押しの状況です。今夜は耐久財受注、そしてジョルトの労働調査、そして明日ですが ADP の雇用統計、ISM 非製造業景況指数、そして FOMC があります。 木曜日になると貿易収支、そして5日は非農業部門の雇用者数、個人的にはひどい逆イールド状態が長く続いているため、リセッションへの突入シグナルとして、失業率が非常に気になっております。次に引け後に発表された有望 IR です。まず、リリーから。 リリカラはインテリア卸しの大手です。一級形状は69%増益、上期計画を超過という発表がなされました。23年12月期第一クォーターの形状利益は前年同期比68.7%増の7億円に拡大し、1月から6月期の4.6億円に対する進捗率が152.2%とすでに上回り、 さ,えー、さらに昨年同期の55.3%も超えた第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の5.0%から8.2%に大幅改善したこういった内容です本日,本日の株価は484円出来高は38万株ですこの38万株の4倍くらいですが 130万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは2月16日に396円ですので、ここが最安値です。そして最高値は2月10日の750円ですので、ここが最高値になります。直近1ヶ月くらい、えー、ほぼ横横での状態での今回の IR になります。 信用買いが多いという点はご注意ください。次に赤坂鉄工所です。赤坂鉄工所は船舶用のエンジンの中堅メーカーです。電気計上を一セ52%増益に上報修正という発表がなされました。23年3月期の計上利益を従来予測の1億2000万円から三億、3億円 2.5倍情報修正し、一転して52.3%増益見通しとなった。収益性の高い部,、えー、部,分品部分品及び修理工事の売上の増加や補助金収入等の営業外収,支が営業外収益が当初計画を上回った結果、営業利益 経常利益及び当期純利益は前回発表の業績,業績予想を上回る見通しとなりました。こういった内容です。本日の株価は2020円、出来高は5000株です。この5000株の約9倍ですが、4万7000株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは3月28日に1409円ですので、 えー、ここが最安値です。そして1月10日に4640円が最高値ですので、ここが最高値です。赤坂鉄鋼所は水素エンジンの開発報道ということで、4月前半、ここですけれども、ここで急騰した経緯があります。板薄であるという点と、この急騰からの急落でできたしこりはご注意ください。 次にクリエイトです。クリエイトは観光機材の卸売企業です。前期計上を33%上報修正、配当も2円増額という発表がなされました。23年3月期の連結計上利益を従来予想の5.1億円から6.7億円に32.5%上報修正し、増益率が55.0%増から 2.1倍に拡大する見通しとなった業績好調に伴い、電気の年間配当を従来計画の22円から24円に増額修正した。素材高騰、えー、による各製品の値上げ構成の中、戦略的な仮,、えー、仮受対応、えー、販売先への、えー、価格転換などが進んだことから売上高。 利益は共に社内計画を上回る水準で推移しましまた。さらに関連子会社においても価格改正の浸透や大型案件の受注等がありかつ運送,業運送業者の子会社化により売上高利益が増加したため前回予想を上回る業績となる見通しです。こういった発表です。 本日の株価は739円、出来高は2700株です。この2700株から比べると8倍くらいですが、信用概算が2万株ある状況です。1年の株価の動きは1月6日に664円ですので、ここら辺の位置です。そして1月24日に931円ですので、ここら辺の位置です。 現在はこのようにあまり明確な、えー、トレンドがない状態での今回の IR です。非常に板が薄いという点と信用外が多いという点はご注意ください。その,、えー、その他の IR です。本日 IR34、えー、件出ております。上3件が今お話しした内容です。 この他に日本タバコ産業は17%の増益。日本航空は60%の増益。前期配当を5円増額。今期は15円の増配。システムロケーションは18%増で3期連続最高益更新。アドウェイズは17%の減益。ジョイフルホンダは1%の減益。142万株。 2.04%の自己株焼却。テクノフレックスは45%の減益。ブロードバンドタワーは赤字転落。トレードワークスは74%の減益。スララネットは38%の減益。フィーチャーは赤字に下方修正。三谷関さんは22%情報修正。短期ぶり最高益。 回答も23円増額。日本電会は赤字拡大に過方修正。ンポは15%の増益。そしてアルインコは24%の減益。ココロネットは26%の情報修正。トーアは24%の増益。プレミアグループは5%増で8期連続最高益。 前期配当を1円増額、今期は5円増配、そして東北化学薬品は3%の減益、SPK は1%増で10期連続最高益、6円増配、三林は11%減益に下方修正、宮崎銀行は2%の上方修正、富士住宅は4%の増益。 S, S ラインは25%の下方修正、高吉は10 13%の増益、一年ホールディングスは10%の減益、三ホールディングスは13%情報修正、最高益予想を上乗せ、そして加藤産業は21%増益に情報修正、最高益、通期も増額、配当も8円増額。 赤道は33%の増益。ジャムコは40%の下方修正。プロイント産業は赤字に下方修正。プロルート丸光は決算発表を延期しております。これは雇用調整助成金の返還に伴う可燃度を含めた訂正のためだそうです。発表日は未定となりました。以上が発表されております。 次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は GMB でした。貿易を発表したことにより、前日比20.7%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると2.3%の利益となっておりました。第2位は、イビデン。32%の減益ですが、営業利益1250億円の 中継を発表したことにより前日比9.0%の株価上昇本日よりで買って引きで売ると3.7%の利益となっておりました第3位は a ビ i ク。社長が女優の中条あやみさんと結婚すると発表したことにより前日比6.4%の株価上昇 本日よりで買って引けで売ると1.5%の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。12位まで。そして20位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高5件出ております。ストリームメディアコーポレーション、ジグ JP、ヒュージック、アクアライン、GMB、 このうちストリームメディアは黒字浮上と通期計画を超過したという発表によるものです。GMB は82%の増益を発表したことによるものです。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。本日値上がり率第1位はストリームメディアでした。 前日比29.2%の株価上昇。第2位は JIGJP。前日比24.5%の株価上昇。第3位は GMB。前日比20.7%の株価上昇。値下がりの方は第1位がセルシード。前日比マイナス13.5%の株価上昇。あ、株価下落です。え第2位はインタースペース。 前日比マイナス12.2%の株価下落。第3位は富田電機。前日比マイナス9.5%の株価下落。セルシーとの下げが止まらない状況です。そして次に決算スケジュールです、えー。ゴールデンウィーク明け月曜日は81件の決算発表が予定されております。まず全体をお見せしますが、 これが、えー、ュ中の発表です。そして、引け後がここからになります。これが1枚目。そして、2枚目がこちらになります。この中から、売買代金5億円以上の主な銘柄を抽出したものがこちらです。和中発表で13時に、北国フィナンシャルホールディングス。引後に、あ ここも場中ですね。失礼しました。えー、14時10分に、ホヤ、そして丸紅は14時30分。英語になると、リコブラ、えー、ブラザー工業、JFE ホールディングス、ワークマン、マルハニチロ、新日本科学、マクニカホールディングス、東方チタニウム、ヤマダホールディングス、ユニチャーム、ヘリオステクノホールディングス、大阪ガス、 広瀬電機、川崎基線このうち、えー、本日、年初来高値をつけてきたのが、北国フィナンシャルホールディングス、リコー、ブラザー、マル,チマルハニチロ、ユニチャーム、エリオステクノ。この6名柄が、えー、本日、年初来高値をつけてきております。なお、北国フィナンシャルホールディングスは、対借倍率が0.2%。 で、えー、空売りの方が非常に多い状況です同じようにユニチャームも、えー、対尺倍率0.64倍で空売りが多い状態広瀬電機と川崎汽船もそれぞれ0.450.50で空売りの方が多い状態になっております2週間分の決算スケジュールについてはこちらの動画をご参照ください 次に、配当関連情報です。5月の権利付き最終日は、5月29日月曜日です。5月もこの動画の中で、損益を検証してまいります。詳細については、こちらの動画をご参照ください。次に、アスオデイトレ、候補10選です、えー。ゴールデンウィーク明け月曜日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、 ファンデリー、イビデン、ユークス、ジグジェピー、キュージック、ノバシステム、キーパーギゲン、テラプローブ、GMB、X。このあたりがテイトリに向いてくるのではないかと思われます。次に今日の気になるチャートです。本日、資生堂、道、顔、ユニチャームについてお話しいたします。資生堂は、 5月12日の引け後に決算発表を予定している銘柄です。こちらが3ヶ月チャートですが、ご覧の通り3月の中旬から上げトレンドになっています。そして4月の中旬からは連日で年初来高値を更新している状況です。資生,資生堂はご存知の通り化粧品の大手です。 本日の株価は6900円。出来高は130万株です。こちらは21年、22年、23年の売上高、平常利益、最終利益、1株利益、1株配当です。このように減収減益の見通しであり、あまりパッとしません。株価の方はかなり割高で、配当もあまり良くない状況です。 一方、19の方は非常に軽く、み上げ相場になっている模様ですこちら。こちらがテクニカルですが、パラボリックは上げて点灯。MacD はやや不明確です。RSI は加熱気味。オリンジャーバンドはバンド幅を再拡大しそうな形で、プラス 1, 1シグマと、えー、プラス2シグマの間で推移しております。 このまま決算に向けて上げていくのかもしれないチャートです。次に顔です。顔は5月10日の引け後に決算発表を予定しています。こちらが3ヶ月チャートです。このように3月の中旬あたりから上げトレンドになっています。連日年初来高値を更新している状況です。先ほどの資生堂と非常によく似たチャートです。 そして顔ですがご存知のとおり家庭用品の総合企業です。34期連続の増配の記録を持つ増,、えー、増配の王者です。株価は5492円、出来高は120万株です。こちらが3年間の業績ですが売上は堅実に伸びており原材料の高騰で 落ち込んでいた利益も回復してきましたこちらが、えー、株価の状況ですが株価は割高な領域ですが配当はそこそこ良い状態です一方需給の方はあまり良くない状態になっていますテクニカルで見た場合ですがパラボリックは上げて伝統マックリーは上昇テトレンドです 加熱気味ボリンジャーバンドはバンドウォークえ、バンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォークっぽい状況になっております。決算に向けて上げていきそうな感じがするチャートです。そして、ユニチャームユニチャームは5月8日の引け後に決算発表を予定しています。3ヶ月チャートですが、このように25日線をサポートラインとした。 上げトレンドでの状況です。昨日に続いて本日も年初来高値を更新してきました。ユニチャームはご存知の通り衛生用品の大手です。本日の株価は5569円、出来高は75万株です。売上げの方は堅実に伸びており、昨年は 原材料の高騰でこのように落ち込んでいた利益も回復してきております。株価の方は、えー、割高な領域ですが、配当はそこそこ良い状態です。需給の方は非常に軽く、見上げ相場になっている模様です。テクニカルですが、パラボリックは上げで転倒。マック D はやや不明確です。 RSI は加熱気味。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォークっぽい状況になっております。やはりこれも決済向けて上げていきそうな感じがするチャートです。最後に予告です。明日5月3日水曜日夜20時に2週間分の決算スケジュールをアップいたします。この動画の続きです。 いよいよラジ来週決算ラッシュがピークを迎えます。ゴールデンウィーク中に決算ラッシュへの対策立案をにお役立ていただけると嬉しいです。明後日5月4日木曜日以降はまだ内容未定です。良いゴ,ゴールデンウィークをお過ごしください。ゴールデンウィーク明けに向けた株式情報をお伝えいたしました。 高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。